今回はランクル300と250の買取相場がどうなっているのか詳しく見ていきます。現在トヨタ車のリセールバリューが非常に高い中でも、特にこの2車種は驚異的なプレミア価格をつけています。しかし相場は常に変動しており、最近では一部のグレードで相場が下がり始めているという兆候も見られます。今後の売却を検討されている方にとって、どのタイミングで売るのがベストなのかを考える上で今回の情報は重要です。ぜひ最後までご覧ください。まずはランクル300の現状について詳しく見ていきましょう。現在オークション市場ではランクル300の買取相場が非常に高騰しています。特に人気が集中しているのが ZX ガソリンモデルです。最新のオークションデータによれば、2024年式の ZX ガソリンモデルでは未走行車両で買取価格が約950万円に達していることが確認されています。この数字がどれだけ驚くべきものかというと、購入時の総支払額は約780万円だったことを考えると、残価率は約 120% という驚異的な高さを記録しています。これだけでも驚くべきことですが、もっと具体的に説明すると、このリセールバリューは単に車が古くなっても価格が維持されるというだけではなく、むしろ中古市場での需要が新車以上に高まっていることを反映しています。通常車は購入後1年で 10% から 20% 程度価値が下がるものですが、ランクル300はその逆です。リセールバリューが新車価格を超えるという現象は特にトヨタのフラッグシップ SUV で顕著です。さらに1年間で1万キロ走行した場合でも、 ZX ガソリンモデルの買取価格は約890万円を維持しています。つまり残価率は約 110%、 新車価格を上回りながら1年経ってもリセールバリューがほとんど下がらないという点が、このモデルの圧倒的な魅力です。この驚異的なリセールバリューが続いている理由の一つに供給不足が挙げられます。ランクル300は注文停止の影響で新車の供給がほとんど行われておらず、これが中古車市場での価格を押し上げているのです。そして ZX ガソリンモデルだけでなく、ディーゼルモデルも高いリセールバリューを誇っています。例えば2024年式の ZX ディーゼルモデルでは未走行車両の買取価格が約1000万円に達しています。購入価格が約810万円であったことを考えると、残価率約 120%、 どちらのモデルを選んでもその価値がいかに高いかは明白です。ランクル300に関して言えば、これらのモデルが今後も高値で取引される可能性は非常に高いと言えます。特にトヨタの信頼性や世界中での需要の強さを考えると、しばらくはこの高値が維持されると予想されています。しかし供給が増えるかどうかや為替レートの影響など外的な要因が相場に与える影響にも注目する必要があります。次にランクル250の買取相場について見ていきましょう。最新のデータでは2024年式のランクル250の特定グレードで未走行車両の買取価格が約800万円に達しています。これに対して購入時の総支払額が約560万円だったことを考えると、残価率は 120% を超えるという結果になっています。つまり新車で購入した価格よりも大幅に高く売却できるケースが多く見られるのです。ただここで注意すべき点もあります。最近のデータを比較するとランクル250の相場は徐々に下がり始めているという兆候が見られます。特に9月と10月を比較すると、買取価格が数十万円単位で下がっているグレードも出てきています。先月比で約50万円ほど買取価格が下がった例もあります。ランクル250は以前としてリセールバリューが 100% を超える状況にありますが、今後の相場変動には注意が必要です。特に供給が増え始めると相場がさらに下がる可能性があります。例えば特定の国や地域において輸出の規制が緩和されたり、販売台数が増えたりすることが影響を与えるかもしれません。ランクル300と同様に供給不足が相場を支えていることは否定できませんが、これまでのデータを見てみると、ランクル250の相場は少しずつ低下傾向にあるため、売却を検討している方にとっては早めの決断が有利に働くかもしれません。今後の相場がどう動くかは非常に重要なポイントです。次にランクル300と250で特に注目されている ZX ガソリンモデルとディーゼルモデルの比較について話しましょう。ランクル300を基準に例を挙げていきます。この2つのモデルはどちらも非常に高いリセールバリューを持っているのですが、少しずつ違いが出てきています。具体的にどちらを選ぶべきか詳しく見ていきます。
まず、ZX、ガソリンモデルですが、先ほども触れたように、3年3万 km 走行後でも残価率は 110% を維持しているという点が大きなポイントです。具体的には、2024年式の ZX ガソリンモデルで、購入価格が約780万円に対して、3年後の買取価格は約890万円と予測されています。これは、ガソリンエンジンならではの安定したリセールバリューを反映しており、特に日本国内の需要が強いことが背景にあります。一方、ディーゼルモデルも高いリセールバリューを持っています。先ほども述べましたが、2024年式の ZX ディーゼルモデルでは、購入価格が約810万円で、買取価格は約1000万円に達しています。つまり、残価率 123% と、ガソリンモデルよりもやや高めの数値を示しています。しかし、ここで注意が必要です。ディーゼルモデルの残価率は、1年1万 km 走行後に少しずつ下がる傾向が見られます。具体的には、2年目には残価率が 110%、そして3年目には約 105% まで低下することが予想されます。では、なぜこのような違いが出てくるのでしょうか。一つの要因としては、ディーゼルエンジンの需要が海外で非常に強いという点があります。輸出される際に、ディーゼル車の方が人気が高く、それが相場を支えているのです。しかし、海外需要に依存しているため、国際的な輸出規制や情勢によって、相場が変動しやすいというリスクも伴います。実際に、これまでにも輸出先の国の規制変更によって、相場が急落した事例があるため、今後の動向には注意が必要です。一方で、ガソリンエンジンは国内外問わず安定した需要があり、特に街乗りや短距離走行に適しているため、長期的に見ても価値が下がりにくいのです。これは、国内市場での需要の強さと、ガソリン車の燃費性能の向上も一因です。さらに、総支払い額もディーゼルより少し低めに抑えられる点も、ガソリンモデルのメリットと言えるでしょう。総合的に見ると、ZX、ガソリンモデルは安定したリセールバリューを持ち、長期的な安全策として非常に優れています。一方で、ZX、ディーゼルモデルは短期的には高値で売却できる可能性が高いものの、長期的に見れば相場変動のリスクが伴います。特に購入後早期に売却を考えている方にはディーゼルが適しているかもしれませんが、3年以上の所有を予定している場合はガソリンエンジンの方がリスクが少ないと言えます。続いて、オプション装備がリセールバリューにどのように影響するかについて見ていきましょう。車を購入するとき、多くの方がカスタムオプションを選びますが、それがリセールバリューに与える影響は非常に重要です。特にランクル300や250のようなプレミアム車両では、選択するオプションによって数十万円もの差が生まれることもあります。例えば、ランクル300に関しては、T コネクトナビや JBL オーディオシステムなどの高額オプションがリセールバリューを押し上げる効果があります。具体的に言うと、JBL オーディオシステムを装備した車両は、買取価格が約30から50万円高くなることが多いです。この装備は、特に音質やエンターテインメントを重視する購入者にとって魅力的で、リセール時にも高評価を得ることができます。ただし、すべてのオプションがリセールにプラスになるわけではありません。さらに、内装のカラーもリセールに影響を与える要素の一つです。例えば、ランクル300では、ベージュ内装が若干高めに評価される傾向があります。データによると、ベージュ内装の車両は、黒内装の車両と比べて10万円程度高く買取されています。これは、ベージュの方が高級感を感じさせるため、特に、ファミリー層や高年齢層に人気が高いことが要因です。総じて、オプション装備の選び方次第で、買取時の価値が大きく変わることは間違いありません。リセールバリューを最大化したい場合は、JBL オーディオシステムや T コネクトナビのような人気オプションを選ぶことが重要です。ただし、あまりにも高額なオプションは、リセール時に元を取るのが難しいため、バランスを考えて選ぶことが大切です。次に、速出しに関するリスクについて話していきましょう。ランクル300や250のようなプレミアム車両は非常に高いリセールバリューを誇っていますが、その分リスクも伴います。特に即出し、つまり新車を購入してすぐに売却する行為には注意が必要です。まず、即出しの最大のリスクは法的な問題に発展する可能性がある点です。特にトヨタでは、新車購入時に1年間は所有するという規約を設けている場合が多いです。この規約を破ってしまうと、メーカーや販売店からペナルティを受ける可能性があり、今後の取引が制限されることもあります。
これは新車を転売目的で購入し、すぐに高値で売却する行為がトヨタにとっても市場の秩序を乱す行為とみなされるからです。ここまでランクル300と250の買取相場やリセールバリューについて詳しく解説してきました。まとめると、ランクル300は特に ZX ガソリンモデルが非常に高いリセールバリューを維持しており、安定した選択肢です。一方、ランクル250も高いリセールバリューを誇っていますが、相場は少しずつ低下傾向にあるため、早めの売却が有利かもしれません。どちらのモデルも市場価値が高いため、売却のタイミングを慎重に見極めることが成功の鍵です。今後もこのような最新の市場動向やリセールバリューに関する情報をお届けしていきますので、引き続きチェックしていただければと思います。